はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回も久々にファイナルファンタジー15やってきます。エピソードイグニスぶりか。3月の6日に PC 版のファイナルファンタジー15と同時にロイヤルエディションってのが発売決定して、これは、インソムニアのマップが拡張されて、なんかサブクエストだとか、あと歴代シリーズにいた強力モンスターケルベロスとかオメガとかの敵が追加されたり、あと歴代王と戦闘ができるようになったり、ファントムソードがさらに強くなったり、あとオリティシエに行くときじゃないや、あれはどこだったっけ、あ、オリティシエでいいのか。オリティシエに行くときに使ったあのクルーザーを自由に操作できるようになったり、あと一人称モードが追加されたり、あとアーカイブが実装されたりっていった感じで、これは、まあ、つまりは完全版だね。シーズンパスも入ってるらしいから。ただロイヤルエディションの内容はシーズンパスには含まれてないので、なので単体でまた別で購入する必要があると。もうここまで来たならば、もうファイナルファンタジー15にとことんお布施してやろうっていう勢いで、3月6日になったらロイヤルエディションもやってみようと思います。で、この本編の方はまたたびたびアップデートがされてて、アビリティコールの仲間コマンドから、個々のキャラクターをね、自由に使えるようになったと。バトル中にノクト以外のキャラクターが使えるようになった。発売当初はね、使えなかったんだけど、なんやかんやでね、あと、DLC コスチュームもあるし、オージャーこれ何かぶってんだろうな。これグラディオがかぶるべきじゃないかな。戦わなくて済むって安心。好きなとこ走ってみろよ。ああ、任せろ。じゃあカップヌードル王子、早速、今回はね、まあとりあえず他の仲間使って戦闘してみたいっていうのもあるし、ここに来たら、クエストがなんか発生してて、これなんかここにいたハンターが、この左のベスペル湖になんかすごい死骸がいるよって言ってきたから、じゃあ倒しに行こうと思ったんだけど、レベル99だねこれ。いけるかな。まあ行ってみよう。これジャンプどうやってするんだったっけ。おお、オッケーオッケーオッケー。こっ、イヤホー、ああはい、オッケー。どこだこれ、どこだこれ。ベスペル湖にやってきたけど、ここで降りるぞ。うん、試しに戦ってみるか、何かと。レベル120まで上げれるけど、まだみんな99止まりぐらいなんだよな。あ、こうやって、さてどうする。はい、グラディオ使ってみよう。DLC の時は装備固定されてたけど、本編だからね、装備も自由に変えれる。あと特殊なあの DLC の、 あの特殊攻撃も出せるし、でこいつ勝てぞ。イグニスね、 DLC ではまあなんだろう、 C エンドにしてほしいような内容もあったしね。あとさ、この4人の中で一番強いんじゃないか、イグニスが。どっかの王様より。いろんな、まだまだいろんな攻撃出したかったけど、レベル高すぎるんだよな。ホテルのベッドにダイブして。俺もグラディオ、悪いけど今日はキャンプ無理だわ。
あ、でもキャンプ場あったからキャンプしてもらうぞ、カップヌードル王子。注意してけ。じゃあサハギと戦闘になってプロンプト。プロンプトは全部の武器も出るな。 DLC の時の銃。あ、終わった疲れた。お疲れ。もっと強い敵と戦わないと。キャンプ飯もあのなんだっけ、オンライン拡張戦友とかにある特別な料理とかその辺が追加されてるみたいなんだけど、やっと着いた。ネミ、ああ、これアサシンコラボの料理だ。これはサラダ。あ、そんなに追加はされてないな。まあいいもん食ってっか。いいものといえばこれなんだよな。はあ、着てみた方がいいけど、まだ朝だしな。朝っていうか湖だから向こうまで行けないんだけど、チョコボ呼ぶ感じか。頼むな。ターゲットの出現は夜だ。プロンプトの声でびっくりしたわ。ああ、こっちのダンジョン付近なのか。でもまだ昼にもなってないし、いや時間潰そう。これどうやって降りるんだっけ。ここで降りるぞ。しょった。はい、着いた。どんな止め方してんのか。店入ろうぜ。ああ、そうだな。あの前はクエスト1個しか、一度に1個しか受けれなかったから全然確認してなかったんだよな、終盤の方どんなクエスト受けれるのか。何か食べてくかい。違う。行けそうか。あ、そうだ、こんなの出るんだったな。任せたぞ。それじゃ頼んだぞ。出かける前に。でもこんなパーティーじゃ瞬殺できると思うな。イグニス使ってみよう。カトブレイター。窓エンジンの音がする。そうだった、最近のあの人造人間っていうか、すげえ強い兵器を下ろしてくることあるんだよな。ああ、でも、ああ、普通の敵だ。
でかっ、マジかよ。よっ、はい、イグニス。大したやつ。イグニスは動いた。マジか。あれ。あ、いや強いね。あとそうだ、イグニスこれダメージ増倍してくから一番強いんじゃない？ロクト、防戦しろ。はいよ。え、なにこれ。よし。よしじゃねえ。なに今の。あ、強。え、サーチアイ強いな。終わった。やっぱり俺強えわ。おめえなんか知ったっけ。すぎればく正直ギリギリだったよね。マジか、料理し始めたぞイグニス。おやっと上だ。ウェイ。でもどうせ人造兵だよな。まあ、たまにレベル99のアーマーが降りてくることあるんだけど。ああ。やっちゃおう。あ、弱い。任せた。任せなさい。あ、すぐ動いてくんないな。調子いいじゃねえか。まあな。あ、イグニス強えわ。受けてみろ。思ったより手こずってしまった。ああ、しばらく休んだけよ。これはね、カップヌードルに代わって新たな王様だわイグニス。で、3月に発売する FF15 完全版のロイヤルエディションだけど、インソムニアが拡張されるのはいいんだけど、あのテネブラエまで行くときに使ったあの列車から見えていたあの外の景色、あれはちゃんとマップとして作られていて、なんかアップデート前バグ技で結構あの辺冒険してる人いたよな。あの辺が実装されてほしいんだけど、多分このマップと同じくらい大規模なとこだろうし。ご苦労だったな。じゃあ死骸討伐行ってみよう。向かうぐらいでちょうど夜になるっしょ。いやー、車ひでえ止め方してる。天気悪いや。はい、来た。そういえば装備に、装備じゃない、衣装にこんなのがあるんだよな。超強力アーマー、誰だか分かんなくなるけど、これつけてみっか。一回も使ったことないわ。なんかこれ制限、使える時間制限もあるはずなんだよな。はい、オッケー。なんだこいつら。なんだこいつら。オート出身のやつらか、本当に。ありがとうチョコボ。もう夜だけど。ん、呼んどこ。雨上がりの懐かしい匂いだな。嫌いじゃねえ。ん？ほう。はい。ここで待機して死骸の出現を待とう。うわ、すっごい迫力。どんな反応だよ。喋ってる暇なんてねえぞ。
あの人はどこ？気持ち悪いです。お、ちょっと、おい。それで行こう。ノクト、うまくタイミングを見計らってくる。分かった。いやもうこちとらね、タイミング見を見るとかね、策を練るとかね、できないパワープレイ派だからね。力で叩きます。ああもうこれ普通にいけんじゃね。っていうか全然ダメージ食らってねえよこれ。お前がグラディオか。プロンプト。プロンプトランチャー持ってんのか。ほい。どうやって撃つんだこれ。オッケー。おーい、強い。たまねえし、もう DLC と同じセリフ話してる。おおあ、でもこのモンスターも結構硬いな。ランチャー復活した。ほい、まあ、とにかくパワープレイ。いやこのアーマー強すぎたわ。ルーメン、でこれが普通のリボルバーね。よし、イグニス。視界が悪いと果てにくいんだよ。クッキング。あれ？なんかダメだクッキングになったっぽいぞ。石になる。そうだ、状態異常攻撃も一切無効化してるんだっけな。全く効かないわ。グラディオ、グラディオはなんかこういう超刀よりも体験の方が似合ってんな。これ DLC でもらったやつだけど。なんか巻いてる。グラディオゲージをマックスまで貯めて強力な攻撃を出したい。たまった。はい、強い。はい、ノクト。これで決めよう。危ねえだろ。容赦はしない。ラッシュリンク。ラッシュリンクなんてしなくても余裕じゃない？むしろこれ弱くない？やったね。え、何これ。どうやら中身はラブレターのようだが。どうして死骸がラブレターなんて持ってるんだろう。
被害者のものかもしれねえな。ノクト、持ち帰ろうぜ。ああ。はい。なんか武器拾ったよ。持ってるね。持ってんね、すでに。はい。じゃあ戻ろう。ここボロボロだな。贅沢言うな。武器が買えるだけでもありがたいじゃねえか。怪しい四人衆です。倒してきたぜ。早かったな。さすが俺が見込んだ男だ。これ例の死骸が持ってたやつ。これは知り合いのか。別れた相棒に送った手紙だ。喧嘩別れしてな。どこかで元気にしていると思ったが、そうか、死骸に殺されていたのか。俺に代わって仇を討ってくれてありがとう。めっちゃ悲しいあれじゃん。あ？魔導スーツ？魔導スーツってほうほうほう、アクセサリーの方か。ほっ、オッケー。あの死骸さ、ハンターのおじさんと関係あったのかも。ああ、確かに誰かを待ってるみたいだったな。倒した今では知る術もないが、最後にありがとうって言ってたし、結果的には良かったんじゃねえの。アーマーでボコボコにしちまったけど。マップ全域をよく見たらなんかクエストがちらほらあったりするかもしんねえけど、今度こそないな。もうよし、それじゃあ今回ここまでにして、次回はじゃあロイヤルエディションね、ロイヤルエディションをやっていこうと思います。予告されてるもの以外のまあ追加要素もあるかもしんないんで、今のところインソムニアが拡張されるってことぐらいだけど、まあ、発売され次第ドア用品ねえかな、やってみます。それじゃあ今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。